この動画は、ジャンプ本誌413話までのネタバレを含みます。何卒ご了承ください。今回は、413話鉛の塊に対する読者の反応を紹介します。それではどうぞ。最後のデク滑稽。デク怖い。こういうデクの狂気的な一面好き。一人ずつ歴代継承者が減っていくのかな。知ってたけど二代目かなりデクに入れ込んでるよな。知ってたけど。見開きのデクちょっと黒デクっぽい。まさか黒ムチがこんな重要な役割になるとはな。なんか黒ムチ側も自分こういう使い道あるんだと思ってそう。余一泣いてる？またマイヒーローって言ってる。最後のってアイアンスパイダーマンのリスペクト。ホリーこういう一見ヴィランかと見まごう凶悪な姿になって戦うデク格の好きだろ。まだ巨大化と合体は我慢している。ついに上半身裸対決に。ひょっとしてデクってめちゃくちゃかっこいいのでは？推しが砕け散るつらい。下のお名前教えてほしい。爆豪のとこちゃんと相沢先生怒ってて受ける受けない。シリアスなはずなのに階層のかっちゃんがひどすぎて笑ってしまう。デクの信じがたいやにも笑ってしまう。私かたくさ。両方、爆豪のプリンと投げ役に立つ。いいよね、ギスギスしてたライバルの技から土壇場で勝ち筋見出す王道展開。王道にしては当たりが無駄に強すぎるぞこのライバル。二代目をターンされるのか、しがらき。左手で張り手する気満々のラスコマ。全面戦争で鼻フック寸前の顔面タッチされたからやり返すんや。いいね、やられたらやり返す。塩酸自分が一番図解除がないとか切ないこと言うなよ。読者からも一番図解除ないとか言われてたけどさ。この人もこの人で自分を感情に入れてない感じでちょっとデクに似てるね。サーチのおかげで別に目くらましすらならなくなったからしゃあない。なんなら最悪こっちの視界潰すし。そうだよな、宝物だよな、手放すの辛いよな、でもやるんだな、お前は。憧れのヒーローがくれた宝物なんだよ、ちょっと泣いちゃうじゃないか。人だよで狂気出してきたと思えば今度は根っこのファンボーイ見せてくる。やっぱデクスコ。宝物って表現がいいよな、デクがワンフォーオールを手放せと言われて一番に思い浮かべるのは。そんなことしたらヒーローになれないじゃなくて宝物を手放すのは辛いなんだよな。ほんのちょっとの誰かの行動が大きい結果に結びつくみたいなの結構希望だよな。人間の大半は大きいことを成し遂げられないかもしれないけど、大きいことがなされる一員にはなれるかも、みたいなの。それな、天気予報士メリルもバタフライエフェクトの話してた。状況判断と指導力の高さがマジリーダーだわ2代目。今回いつになく喋ったし表情も柔らかい、なんか大人のかっこよさある。最終的に戸村のとこに全部渡るんだろうか、てんこで10だし。一個一個渡して大元の力だけは残ってほしいなぁ。黒ムチとワンフォーオールの力だけは残りそうな気もする。願望強めの予想だけど、今回黒ムチは緑屋から離れるな的なことを言われてたから布石はあるんだよな。しがらきに譲渡する展開は結構予想されてたけどぶつけるのは思いつかんかったわ。最後の黒ムチまとったデクが今までにない獣みたいな荒々しさでめっちゃかっけえ。デクとしがらきはタイミングこそ違うけどそれぞれ似たような姿になること多い気がする。フィギュア候補増えたわ。汚れじゃなくてワンフォーオール黒ムチによる真っ当な黒デクって感じだ。疲弊しまくって歩いてた黒デクとはまた違うゴリゴリの戦闘フォームって感じでかっこいいわ。メタ的には73ぶつけるのが決め手になるのかな。ワンフォーオールと黒ムチを最後まで残すだろうから73もどこかで順番になるだろうな。浮遊がなくなるのも厳しいな。しがらき精神世界の黒い塊って空間が全面戦争の蘇生界で、オール・フォー・ワンがいた側に元からあった街と白い空間が圧縮されてる感じかな。鉛の塊ってしがらきの憎悪タウンのことか。助けてタウンとかあの時誰かタウンだの。個性のオール・フォー・ワンの奪うって能力で展開を変えた後に個性のワン・フォー・オールの渡すって能力で展開を進める。こういうの好き。初期から無理やり渡せると明言してたのも芸術点高い。そういえばそんな設定だったわ。うまく繋げてきたな。最終盤になって爆豪がオールマイトからもらい、デクがオールマイトからもらったものを放棄するのとは。かっちゃんの添え木も右腕を守って砕け散ったから、オールマイトからもらったものは消費アイテムとして手元には残らないのかもしれない。黒ムチ残ってくれ、一番汎用性が高い。ワンフォーオールが残るだろうから初代もいるってことでまたオールフォーワン出てきそうだな。切り札で何かあるだろうし。オールフォーワンにももう少し暴れてもらわんとヒロアカが終わってしまう。なるべく長く、でも誰にも迷惑がかからないように上手に暴れるんだオールフォーワン。トムラの中での2ドタバタしてくれるのが理想なんだけど、トムラの中でドタバタが起こると静岡がまたいじめられる。それはそれで怒り狂ったしがらきボディが暴れそう。喋らないだけでワンフォーオール内のオールマイトも意識があるんだね。ここ好き、かわいい。オールマイト演しないけどが喋ったのこれ初よね。ただの戦闘だと思うトムラが強すぎて勝ち目なくなったんだな。再生のおかげで一撃で倒せないと意味ないのに、その一撃貯めるような隙すら与えてもらえずどんどん削られてるから余計にだろうし。
しかも消すつもりで力貯めたからって消せる保証はないという。体が硬いのと再生もあるんだけど、別に防御系の個性も複数持ってそうだしな。少しでも耐えられたら即座に再生だし、なんならその一撃での反動でダメージもあるから結局博打なんだよね。棺内部では変速オーバードライブプラス歴代個性の組み合わせでほぼ干渉してたんだけどな。オール・フォー・ワン取り込み完了したことで人格もしがらきとして安定しちゃって、火力も対応力もぐんぐん伸びてて怖い。サーチがあるせいで視界の中にいると正確に捉えられる。視界に入らない位置取りをしてもある程度は危機感知でカバーされてしまう。下手に距離を取ると無差別崩壊に対応しづらくなって土地がヤバい。むやみにため不十分で攻撃しても最悪超再生で負傷を踏み倒して動いてくる。当然ためが十分になるまで相手はのんきに待ってくれない。霊静かに考えるとだいぶ戦況きついからな。霧緑屋との会話をしてくれてるだけマシなんだよな。完全無視で畳みかけられたらデクか富士山のどっちかが一瞬で消えてなくなる。あいつデクや爆豪にしてもプロヒーローにしても割とちゃんと会話するよね。基本は金持ち坊ちゃんの生まれだし、意外と礼儀にうるさかったり結構物知りだったりするよね。おしゃべりは嫌いじゃないのか、子供っぽいという表現なのか。本当に黒無知なんでもできるな。一番最初に目覚めた歴代個性だけど一番役に立ってるな。二代目のは強いけど反動のデメリットもでかいし。皮膚の下で筋肉にまとわせる発想やべえと思ったけど、マスキュラーが皮下に収まらねえほどの筋肉って自慢してたの思い出した。もしかしてデクもそれ覚えてて？初めて見たヒロアカが市街地をデクが黒ムチでカッちゃんが爆破で移動するシーンで、黒ムチがデクの基本特技だと思うくらい似合っててかっこよかったんだよ。残ってくれたらいいな。とてもヒーローには見えないんだってってのを回収してくれたのマジで良いね。黒ムチは本当に良い個性さ、ビジュアル的にも能力的にも。ここちょっと笑った、そんな驚かんでも。これはカツカクの顔。馴染みある霊にピンとくるデクさんくさ。カッちゃんのプリント投げから生まれた技が出るのかと思うとちょっと笑っちゃう。技名つけるのかな。デクの勝利の象徴をイメージした一手って考えると効果ありそう。たとえそれが理不尽に物を投げつけてくる幼馴染だとしても。勝利の象徴というか暴力の象徴というか。二代目はもうカッちゃんのこと確実に暴力の象徴として見てて笑ってしまう。中野先代たちもえってなってたのかと思うとじわじわ来るな。ついにやるか爆速上とクラスター。黒デク編とオールマイトゆくっぱ爆豪登場でカツカクムードになったから勝利の象徴ではある。さすがに今は本人の参戦無理だから思い出の中で力になってもらう。お茶子の腹、デクの頭の傷と破けている上半身、これからの展開の伏線。でもお茶子って戦闘不能状態だよな。この絵のようになるわけじゃないって作者がインタビューで言ってるから作品の展開とは別だし。この絵ほんと好き。でも多分これは二人の心持ち的な絵な気がする。ホリーが公式にこれは後のこういうシーンがあるとかではなく単にイメージ図ですと念を押して展示してたよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。